1995年から流通の始まった第8次紙幣。2016年より順次第9次紙幣と置き換えられている。スイスフランの紙幣では、スイスの法定通貨であるスイスフランの紙幣について解説する。スイスでは、連邦成立後も、各関東の公立銀行で発行された紙幣が流通していたが、 これを1907年に創立したスイス国立銀行で一括して発行管理することになり、この年に第一次紙幣を製造、発行した。以後100年の間に9つのシリーズの紙幣が製造されたが、現在流通している紙幣は第8次型及び第9次型である。このうち第4次と第7次の紙幣は流通紙幣の予備在庫確保という名目で保管され、 発行されることはなかった。第5次までの工学紙幣は非常に大型でありほぼ A5 サイズに近い大型紙幣であったが現在でも工学になるほど大きさが大きくなりまた50フラン以上の紙幣では昔から学面により印刷色が決まっているので一目で見分けがつく。なおスイスの紙幣には公用語であるドイツ語フランス語イタリア語 ロマンシュ語の4言語で学面などの表記がされていることはよく知られている。スイスの紙幣はむね20年程度で改定されてきたが、デンマークや日本の紙幣のように第二次大戦後に発行されたものがすべて法的に有効というわけでないので注意が必要である。現在流通している紙幣以外で法的に有効なのは第6次紙幣のみで、 他の旧紙幣はすべて通貨としての価値を失っている。従来は流通停止後20年の交換期限が設けられていたが、現在は撤廃されたため、第6次以降の紙幣については交換期限がない。スイスには紙幣発行当初からセンフランの高額紙幣があり、現在も発行され流通している。使い勝手の よくないと言われた500フラン紙幣は、現在では発行中止になり、200フラン紙幣に変わっているが、1000フラン紙幣は、発行が続いている。1000フラン紙幣は、日本円10万円相当の高額紙幣であるために、一般旅行者が手にする機会はないし、現地でも滅多にお目にかかれないが、スイスは自由通貨国であるので、資産家などが、外貨や金を購入するときに使われるようである。 一万フランの支払いに100フラン紙幣100枚より1000フラン紙幣10枚の方が合理的だという考え方が存在するようだ。アメリカではクレジットカードが決済の主要手段であり、現金は50ドル紙幣でさえ受け取りを拒否する店があるようだが、スイスは日本同様現金を重視する国であるので、よほどの田舎や小さな商店でない限り、 旅行者が支払いで1000フランを出しても受け取りを拒否されることは少ない。この点は同じヨーロッパでも200ユーロ紙幣の受け取りも拒む店の多いイタリアやフランスなどとは異なっている。センフラン紙幣の紙幣流通総量に占める割合は61%、流通金額は480億スイスフランで約5兆円である。第一次紙幣は1907年6月に 発行された。50.100500.1フランの4種で、デザインは各額面共通。それまでに各関東の公立銀行で発行されていたものと、同じく表面には左にヘルベティア女神の立像、右に天使の像が描かれていた。裏面には帽子をかぶったヘルメスの頭像が左右に配されていた。このシリーズは各トンで発行されていた紙幣に、 スイスの紋章を表面右上に赤色で飾りしたものである。1925年6月まで流通し、1945年6月末に通貨価値が消滅している。第二次紙幣は5.1020.24050.100500.1フランの額面のものが製造され、1911年から14年にかけて発行されてから、1955年。 57年に第5次紙幣に置き換わるまで比較的長期間にわたって流通した。このうち10と40フラン紙幣は準備権で発行されることはなかった。また5フラン紙幣は第2次大戦中に5フラン銀貨を回収し銀を国庫保管するために積極的に使用された。これらの第2次紙幣は20フラン紙幣は1935年末まで流通し、 無効となったのは1956年、50フラン以上の高額紙幣は1958年まで流通し、無効になったのは1978年であったが、5フラン紙幣のみは1980年まで現行紙幣であり、通貨価値がなくなったのは2000年の5月であった。第二次銀行券では50フラン以上の高額紙幣は、表面に女性の闘像、裏面には、 スイスの産業を表すモチーフが描かれていた。このうち、50及び100フラン紙幣は、スイスの著名な画家、フェルディナント・ホドラーが、裏表ともにデザインを担当していて、50フラン紙幣の、裏面には代表作の木を切る人が描かれていた。このほか、20フラン紙幣は、打艦金券で紙幣の表には、当時の20フラン金貨と同じブレネリの肖像が、入っていた。 この20フラン紙幣は第一次大戦中に金貨を引き上げる目的で発行された。また、5フラン紙幣の肖像はウィリアムテルであり、定額紙幣の理面は額面と装飾図案のみであった。このシリーズはイギリスのウォーターロー三社の印刷である。第三次紙幣は20.1フランの2額面のみで、第二次紙幣の増刷的性格が強い。 1918年に100フラン紙幣が、1930年に20フラン紙幣が、発行された。100フラン紙幣の肖像は、ウィリアムテルであった。またこの100フラン紙幣には、テルの肖像の異なったものが、戦時の準備紙幣として製造されたが発行される、ことはなかった。また、20フラン紙幣は、スイスの紙幣初めての文化人の肖像として、 教育者のペスタロッチが描かれていた。20フラン紙幣にも他に、ペスタロッチの肖像の異なるものや、女性の肖像の紙幣が準備紙幣として用意されていたが、発行はされなかった。 100フラン紙幣は1925年6月まで流通し、1945年6月限りで無効となった。一方20フラン紙幣の方は1956年3月まで流通し、1976年3月末限りで無効となった。第4次紙幣は1938年にデザインされ、第二次大戦中に発行できるよう準備がされた。 50.1001000フラン紙幣は印刷までされたが、500フラン紙幣は試作段階で終わっている。各額面の紙幣はいずれも発行されることはなかった。これらの紙幣は表面に女性の頭像、裏面は産業の象徴が描かれていた。第5次紙幣は、定額の10.2フラン紙幣が1956年に、 工学の50.100500.1フラン紙幣は1957年に発行された。この第五次紙幣では、定額紙幣は表面に著名人の肖像が、裏面には高山植物がデザインされた。一方工学紙幣は表面に女性や子供の肖像、裏面には歴史的古事などが絵画帳で描かれた芸術性の高いものとなった。 これら第5次紙幣は1980年4月まで流通し2000年4月末限りで無効となった。なおこの紙幣はスイスのオレルフューズリ社ではなく英国のウォーターローサン社とトーマスデラルー社で印刷された。各紙幣の表肖像下の欄外に印刷所の名が小さく入っている。第6次紙幣は1976年から1979年にかけて登場し、 10.2050.100500.1フランの6種類。この紙幣で表面に文化人、裏面にその人物に関係のあるモチーフというスタイルが確立され、現行の第8次紙幣に引き継がれた。この第6次紙幣で、裏面デザインが初めて縦長となった。2000年4月まで流通した。 長らくこの写真だけしか公表されていなかった第7次紙幣は1984年に第6次紙幣の増備目的に印刷され保管されていたがセキュリティ対策の進んだ第8次紙幣が製造されることが決定したため発行はされなかった。10.2050.100500.1フランの6種類で1000フラン紙幣を除いて第6次紙幣と同じ人物の肖像と 関連モチーフが表裏面に描かれていた。この第7次紙幣は機密保持のため製造後20年以上にわたって詳細が公表されず、図案も50フラン紙幣の表面のごく一部分の写真が公表されるにとどまり、詳細が不明で幻の紙幣であったが、流通させる予定が完全になくなり廃止となったため、2007年に図案や詳細などその全容が初めて公表された。 なお、このシリーズに施されたセキュリティは、第6次紙幣と同等のものであった。第8次型紙幣は、10.2050.100200.1フランの6種類である。500フラン紙幣に代わって新たに200フラン紙幣が発行されるようになったが、これらの紙幣は、世界で最も偽造が難しい紙幣と言われるほど、様々なハイテクを使った。 偽造防止策が施されている。また、縦長のデザインも最近では徐々に採用する国が増えてきたが、先進諸国においては非常に珍しいものとなっている。スイスでは先に述べた通り、第6次紙幣の裏面で初めて縦長のデザインが採用されたが、現行第8次紙幣では裏表ともに縦長のデザインとなった。 第9次型紙幣の全額面が発行されたことにより、この第8次型紙幣は2021年4月30日をもって発行停止になると発表された。ただし、今後期限を定めず、中央銀行で新紙幣と額面通りの交換が保証されている。20フランにおけるセキュリティ、A マークとホログラム。20フランにおけるセキュリティ、E マークと G マーク。 現行の第8次紙幣には偽札対策として世界の紙幣の中でも最も複雑なセキュリティが仕組まれていると言われている。縦長の紙幣の表面左端にはアルファベットで AH までのマーキングがあり、それぞれの箇所に各紙幣の額面の数字が示されている。この他各額面ともに4箇所にホログラムパッチが施されているが、うち2つのホログラムは 額面数字がアニメーションする複雑なホログラムである。このホログラムは特にキネグラムという名称が付けられている。スイスの紙幣には最近各国の紙幣に見られる複製防止のためのユーリオン模様は採用されていないが、これに代わるものとして2005年以降に製造された紙幣には電子歌詞が埋め込まれているという。この他のセキュリティとしては、 安全線も一本突き込まれているほか、クロスカシも採用されている。なお、表の肖像は、日本の紙幣のように手彫りではなく、コンピュータによる彫刻である。スイス国立銀行では、来るべき球児の新紙幣のデザインコンペティションが行われ、入賞作品が公開された。このコンペのグランプリ獲得者のデザインでは、20フランで人間の全身血管図、 100フランで人間の肺、200フランで人免疫不全ウイルスがモチーフにされており、さらに各紙幣には人間の臓器やドクロのイラストが入っていた。このデザインは不快であるとの批判を受けて、紙幣用デザインからは取り下げられた。実際に流通させる紙幣はグランプリを獲得したデザイナーの作品ではなく、時点で入賞したデザイナーの作品が元になった。 第8次紙幣より一回りサイズが小さく、アルファベットのマーキングは E までとなっており、対応するセキュリティ表示は、第8次紙幣の額面数字に変わって、スイス国旗となっている。セキュリティ表示は、A、半島瞑想、B、マイクロ文字、C、先造黄版、D、ピンホール、E、スキーレ。額面種類は、第八次紙幣と同じで、額面ごとの基本色は、 第8次紙幣を踏襲している。また、赤外線吸収インクが一部に採用された。地球銀に用いられる光学的変化インクは、変化境界が円弧状となる。裏面には、セキュリティスレッドが、視覚的に露出している部分が存在する。第8次紙幣にはなかった、有利音も表側に用いられている。2016年4月12日には、 第9次デザインの50フラン紙幣の支払いが開始された。2019年9月12日をもって全ての額面が発行された。ありがとうございます。